こんにちは、マスミです。本日はザピアの概要と使い方を解説します。この動画を見ることで身の回りの業務自動化を手軽にできるようになるでしょう。それでは本題に入ります。ザピアとは複数のアプリを連携させて業務を自動化効率化できるノーコードツールです。現在5000以上ものアプリを取り扱っており、非常に強力なツールです。日本ではまだあまり有名ではありませんが、これからリリースされるチャット GPT の公式プラグインとして採用されたほど世界からは注目が集まっています。ザピアの中で使われる用語を説明します。まず ZAP とはザピアの中で作成した一つ一つの自動化のロジックを指します。次にタスクとは1回の ZAP の実行単位です。例えば1日で10回の ZAP の処理が走ったら10タスク実行されたことになります。そしてトリガーとは ZAP の処理が起きる条件を指します。例えば Gmail に新しいメールが届いた時というトリガーや、 Google ドライブに新しいファイルがアップロードされた時などのトリガーがあります。最後にアクションとはトリガーが検知された時に実行したい処理を指します。例えば Gmail で送られてきた文章を ChatGPT で要約する処理や、 Gmail で送られてきた文章を Google ドライブにアップロードする処理などが挙げられます。ここからザピアの料金体系を説明します。ザピアの料金は次の4つの基準でプランが変動します。1つ目の基準は月間タスク数です。実行したいタスク数が多い方は課金する必要があります。2つ目の基準はザップ数です。作成したいザップがたくさんある方は課金する必要があります。3つ目の基準はザップ実行間隔です。リアルタイムでザップの処理を実行したい方は課金する必要があります。4つ目の基準はプレミアムアプリです。プレミアムアプリという複雑な処理ができるアプリを使いたい方は課金する必要があります。それではザピアの登録方法を説明していきます。まず Google でザピアと検索しましょう。そして一番上のこちらのリンクをクリックします。ザピアは E メールと Google からアカウントを登録することができます。今回は Google でのアカウント登録を進めていきます。ここでメールアドレスを入力し次へをクリックします。そしてパスワードを入力し次へをクリックします。ここでアンケートが求められます。それぞれ答えていきましょう。入力が終わったらコンティニューをクリックします。次にザピアがおすすめのザップを生成するために使用したいアプリが何かを求めていきます。お好きなアプリを3つ以上選んでください。ここでは Gmail と Filter by Zapier と Google ドライブを私は選びたいと思います。完了したらフィニッシュセットアップをクリックします。これでアカウント登録は完了です。最後にザピアを用いて簡単な自動化ツールを作ってみましょう。ここでは添付ファイルのあるメールが Gmail に届いたら Google ドライブの特定のフォルダーにアップロードするという自動化ツールを作っていきます。まず左上の Create Zap をクリックします。そうするとトリガーを選択する画面が出てくるため、ここでは Gmail をクリックします。そしてイベントとしてはニューアタッチメントを選択します。コンティニューをクリックします。ここで Gmail のサインインが求められるため、サインインをクリックしサインインをしてください。サインインが完了したらコンティニューをクリックします。そしてトリガーのラベルメールボックスとしては、今回はインボックスを選択しましょう。ここはインボックスではなく他のフォルダーでも問題ありません。コンティニューをクリックします。そしてテストトリガーをクリックします。そうすると添付ファイルが含まれる最新のメールを取得してくれます。もしもテストがうまくいかない場合はご自身のメールにダミーのメールを送ってみてください。コンティニューをクリックします。次に Google ドライブにアップロードするというアクションを追加していきます。ここで Google ドライブを選択し、 Choose as Event のところはアップロードファイルを選択します。コンティニューをクリックします。ここはまたサインインが求められるため、サインインをクリックしサインインしてください。コンティニューをクリックします。そして Google ドライブ上の保存したい場所を選択していきます。今回は My Google ドライブの中に作成した Zapier というフォルダーにアップロードしていきます。ファイルとしては Gmail に届いたアタッチメントを選択します。 Convert to Document は False にしておきましょう。そしてファイルネームは自由に設定していただいて大丈夫なのですが、今回は送信元のメールアドレスと届いた時間と添付ファイルのファイル名をファイル名としたいと思います。コンティニューをクリックします。最後にテストアクションをクリックします。テストが無事成功したらパブリッシュザップをクリックします。パブリッシュ&ターンオンをクリックします。
そうするとこのように DAP のパブリッシュが成功したら完了です。それでは実際に添付ファイルをメールで送信してみましょう。今回はこのように GPT-4 に関する PDF ドキュメントを送信します。こちらを送信し Google ドライブを開いて少し待ってみましょう。そうするとしばらくしてからこのように先ほど送信したメールアドレスと日時とファイル名が連結された PDF ファイルがアップロードされていることがわかります。こちらをクリックしてみるとこのように送信した PDF を閲覧することができます。以上、本日はザピアの概要と使い方を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録友達追加お願いします。ではまた。